ご視聴ありがとうございます。トロピオ大塚です。さて現在ね、MTG アリーナでは、団結のドミダリオのカードが一足早くリリースされています。新スタンダードの大会もあり、前評判と違って、評価がね、見直されているカードというのも多くあります。というわけで今回は、新スタンダードのね、評価が変わったカードをご紹介していきたいと思います。まず最初の一つ目は、汚れたもの、ソルカナです。9月4日に MTG アリーナを使用して開催された、青紅杯という大会では、78人が参加しました。その中で優勝したのは、このソルカナ4枚積みのグリクシス。このソルカナは毎ターンメリット能力を誘発するカードですが、最後には相手の元へ裏切ってしまいます。そんなお茶目さからファンデッキ要因だと思われていましたが、裏切る前に処すことができれば大きなアドバンテージをもたらしてくれます。優勝したデッキリストでは、書き消しの犠牲コストに当てたり、復活したアーテーで裏切り能力を打ち消したり、相手の場に行ってしまったソルカナをローナの渦で手札に戻したりと、様々な裏切り防止策が取られています。またね、伝説であることから、お前はもう用済みだとね、2枚目のソルカナを出して墓地に送ることもできます。続いては、黙示録シェオルドレッドです。こちらもともと高い評価を受けていたカードですが、実際に使われて、さらに評価を上げたカードになったかなと思います。血トークンを割くってライフ回復も可能ですし、絆研ぎ刺しの乱用効果と組み合わせた動きは超強力。自分がドローする場合は、失うライフを取り戻し、相手にドローさせれば、一気に6点ルーズさせてゲームを終わらす動きもあります。やっぱりスタンダードは比較的ライフが重要な環境なので、生き残った時の影響力が凄まじいですね。そして、このね、紹介したソルカナもシェオルドレッドも、タフネス5というところが超偉いんですよね。結構助教ね、電圧のうねりに頼ってるデッキに刺さってくるんです。電圧のうねりは4点ダメージなので、このね、ソルカナもシェオルドレッドもこの電圧のうねり一つではね、対処できないと。こいつを倒すためには、基本的にもう確定除去じゃないと倒せないみたいな。今だと、冥府の掌握とか、あとは最近の力戦の束縛とかね、そういったカードでしか倒せないというところがめちゃくちゃ偉いカードになってます。で、こいつらの対抗策なんですけど、まあ、黒がないデッキだったら、引き裂く炎とかがいいかもしれません。こちら3マナの5点火力になります。ただね、3マナというところがちょっと重いのが気になるところですね。続いては、ウィンドグレースの魂です。クローキーズ・ドミナリア・ユナイテッドというね、海外の有名な配信者が主催したトーナメントがありまして、そちらで、グリクシスからね、青を緑にしてカウンター要素をリアニメートに変えたジャンドデッキがワンツーフィニッシュしました。そのどちらもこのカードを採用しています。土地を多く引きすぎてしまっても、自身の効果で別のカードに変換できる上に、墓地に送った土地を場に戻せるので無駄がありません。このウィンドグレースの魂は墓地を活用していくデッキなので、キリンの教えの接着や、鏡の偶話の手札入れ替えなど、墓地壊しをたくさん採用することで、その進化を存分に発揮できるカードですね。はい、で、ここからね、ちょっと別の話なんですけど、今回ね、青紅杯、クローキーズ・ドミナリア・ユナイテッドというね、2つの大会を取り上げましたが、どちらもね、優勝しているデッキ、鏡槍の偶話と、冷血の徴収者のパッケージが採用されています。なので、新スタンダードでは、これらをどうにかしなきゃいけないのが課題になってきます。効果的な対応策としては、灼肉鍵虐殺事件とか、あとは偶話をね、出る前に書き消しして、打ち消すとか、ハンデス。そして、クリーチャーとエンチャントどっちも対応できる絶望将来もね、考えられますけれども、その他にもですね、この偶話&冷血コンビにね、付き合わないパターンのデッキも登場してきました。それがね、ボロス将来というデッキです。こちら青紅杯準優勝のデッキなんですが、赤の手札入れ替えでスタン最強生物の産業のタイタンや、破壊耐性を持つ聖域の番人を墓地に落として、報復将来で釣り上げます。偶話&税血コンビと同じゲームレンジで戦わずに、一気に巨大な生物を叩きつけることで、攻守を逆転させます。特にね、聖域の番人と報復将来のプラス1カウンターを乗せながらリアニメートするっていう動きが面白くて、カウンターを取り除いて、トークンとね、ワンドローするっていうね、効果がね、かなり使いやすくなっています。鏡槍の偶話ね、さすがに強すぎるで入ってるんですけど、強力な黒いカードたちを使いたくない天の弱な皆さんにはおすすめのデッキです。はい、続いてはですね、評価がね、下がってしまったカードをご紹介しようかなと思います。スランの門っていうカードです。こちらちょっとね、注目カードトップ10でも上げさせていただいたんですが、ハントデッキのね、ジョーカーとなる土地で、5色揃えるのに大いに役立ってくれる土地で、マジで多色デッキの救世主になるなと思っていたんですが、使ってみて、何でもかんでも得ていいわけじゃないなと感じました。その理由はですね、毎回マナを出す時のダメージが痛すぎるんです。ダメランのようにね、無色マナを出してライフ支払いを逃れることもできないので、苦しい場面ではね、この1点がめちゃくちゃ重くのしかかってきます。もうね、2枚出そうものなら、それだけでゲーム中ね、8点ぐらいね、食らっちゃうんじゃないかなっていう勢いになってくると。なので、ハントデッキでなければ採用するのは厳しいですし、なんならね、遅いデッキであるハントコントロールみたいなデッキでも使うのはね、微妙かなと思いました。ただね、この前のコンバットでも使ったようなアグロ系の敵であれば、そこまでね、気にならないかなと思います。あとね、ちょっと個人的な理由なんですけども、このカードはアリーナで使う場合、マナの支払いをオートタップでやってると、ダメージを食らわないように、なるべくね、スランの門から支払わないように、勝手に土地をタップします。で、これによってですね、構えられたはずのインスタントが使えなくなったりするんで、アリーナ勢の方は、ね、このスランの門使うのはお気をつけください。はい、ということで今回はですね、新環境のね、評価が変わったカードをご紹介していきましたが、いかがでしたでしょうか？今回ね、黒がとにかく強い環境というところがね、始まるかなと思います。そこからね、どんな対策がね、講じられていくのか、新スタンね、どんな風に環境が進んでいくのか気になるところではありますが、まだまだね、紙の方で発売されていないんで、これからもね、どんどんね、新しいデッキ出てくると思います。今後もね、新スタンダード注目していきたいところですね。というわけで、今回の動画は以上になります。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。というわけで、トロピーお疲れでした。また次回。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録、そして高評価よろしくお願いいたします。また、マジックのカードをご購入の際は、概要欄のリンクからハレリアをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。